はい、皆様こんにちは、金尾城でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾城の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。はい、今日はですね、ゲストいらっしゃらなくて、金玉と言いますね、はい、松下俊美。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は2人でね、はい、ゆったりやろうと思ったのねもうちょっと忘れ物した人が四国美人がそうなんですよ。先週ね、四国シスターズになりました ね。いや、もう先週ほら、ね、憧れの野良さんを連れてきていただいた方ですからね。ご紹介いただいたオルケスタデラルスの ね、野良さん素敵でしたね、はい、やっぱりね、もうやっぱかっこいい ね、太田貴子さんです。どうも、はい、貴子さん、おはようございますじゃなくてこんにちは、よろしくお願いします。今日は忘れ物貴子ですそう、サンバイザーをね、忘れちゃったんですよ先週。そうなの、忘れちゃったね。え、とし美さんから取りに行ってくれたのね。そうそうそう、ありがとう、ね、よくあったね、うん、ありました、ありました。週間すごい、そうそう、ね、病院のちょうど乗り立ったあそこでね、喋ってたらね、忘れちゃ合わせしててね、もう夢中になっちゃって、よかった、ね、ありました、はい、ありがとうございます。先週ありがとうございましたね、はい、ありがとうございました。楽しかった、ノリノリだったね、ノリノリのリーダーだった、さすがだよね。そうそうそう、本当にあっという間だったね。足りない足りない第2弾を考えましょう、ね、うん、ぜひね、連れてくるから、ほら、ね、そうもうノリがすごいから、ね、そうなの、かっこいいよね。やっぱりね、ああいうノリが少なくなってるんじゃない、昨今。昨今、うん、だからすごいいいお話ってあんまりこうないじゃない。刺激になったんじゃない、うん、だから、ね、すごくね、うん、いいなとか思うよね。あの日みんなおとなしかったよね。私をはじめあなたもおとなしかったあなたもおとなしかったよね止められた、高橋さんもおとなしかったよね。でもまこちゃん一回も食べてないし、全然喋ってないからそう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 、最後ギター弾いただけで、ね、俺今日は楽だったとか言って今日はね、高橋誠さんがね、今日はコキじゃないよ、そうそう、コキじゃないっけ、なんだコキだよね、コキだよね、コキライブでね、クロコダイルがあるので、実はね、今日はこっち来てくれる予定だったんだけども、やっぱ考えてみればもう2時くらいからいろいろ動かなきゃいけないから、もう大変になっちゃうんで、どれくらい、そうそう、たくさん出るじゃない、僕らもまあ行きますけど、30組出る、30組出るの、30組、35名、いやすごいな、ね、それだけで半分それやんなきゃいけないからね、そうそうそう、大変よ、ね、やっぱこっち来てたらさ、そうだ、大変だ、大変よ、疲れちゃうし、ね、60歳の時もすごかったもんね。そう、あの時はもう最高に、本当あっという間に10年経つよね。経つ、だって武田和夫さんとか僕らなんて、あのクロコダイルの狭い階段があるんだけど、はいはい、あそこ座ってたんだから、そう、その外の駐車場にもね、そうそうそう、入りきれなくて、すごい人だね。ねえ、60歳ってなんて言うんだっけ、還暦、還暦だ、うん、だからもうあっという間だよね、還暦だ、還暦ね、つい最近還暦だったのにっていう、そうそう、ね、10年、あれから10年早いな、すごいな。僕もね、そういえば11月古希、古希ねえ、11月か、11月20日、実は20日はコキなんだけど、もうすぐ、まあ特別なことはね、いや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 、やんない、やれって目で、いやいや、特別なことはやんない、やります、いろいろね、やっぱりこうこうやって考えてみるとね、いろんな思い出がありますよね。カナオさんはいつもね、福島のね、須賀川の皆さんがいつもバースデーをね、はい、そうだから、その時はね須賀川にいますね。いや、うん、今回は違うでしょ。いや今回いるじゃん、今回16、17だから、あ、まあまあまあ、え、5日もいるの、いやいや、あの20日はあれだけど、ね、うん、まあそういう感じで、ね、まあちょっと早いけど、いきますけどもね。ということで1曲ちょっと歌って、ね、古い曲をね歌わせてください。古い曲、うん、あのね、デビューしたのが、金尾城アンドウエストっていうバンドで、あのソニーのオーディションで1回目でグランプリもらって、まああのエピックソニカデビューしたの、そのアルバムの中に入ってるね、うん、曲があって、ラストタイムブルースっていう曲をね、はいはい、今日ご紹介しましょう。もう何年前かな、43、4年前に なりましょうかね、ラストタイムブルース、はい、お前
背中で聞いて別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う Last time。 目覚めたお前は涙も見せず古い写真を焼くだろう。最後の恋になるはずが Last time blues。 Pardon me、 お前に罪はない。わがままついでにお前の匂い染みたスカーフ借りてくよ。寒い心に巻きつけて。Pardon me、 お前に罪はない。 Pardon me、 俺の心を誰か呼ぶ戦車。はい、今日の1曲目ラストタイムブルース、いいね、これやっぱ青春ソングだよね。青春ソング僕私のね、あの これは作詞があれですよね。これうん、これはね曲は、そうそうそう、曲は僕が書いたんだけども、あの作詞はね山川圭介さんね、山川圭介さんと結構ね、おつあのその当時結構多かったんですか。出会って、うん、山川さんしかなかったかな、ね歌ったのはね、うん、あと一緒に作ったというかね、下田逸郎さんとかと一緒に、あのやったこともあったよね、そう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 、あでもそれはね作品としてなあの出してないんだけどね、そういう時ありましたよね。下田逸郎さん、あと、ね、大津明さんで、大津明さんね、言うのもう亡くなったんだけど、ね、大津明さんにもね書いてもらって、それもね結局自分の詩でなってしまう、うん、あのやっちゃったんだよね。それで苦労したんだよ。でもすごい作詞家の先生方ですよね。そうだから山川圭介さん一番僕好きで、ちょうどあの矢沢永吉さんの、ちゃんのね、あの作詞多いですよ。時間よ止まれとか、素晴らしい、あのなんだろう、あとふれあいとかね、中村雅俊さん、大ヒットね、そうそう、あのそういう曲詞を書いてた方 で、うん、で山川さんの出会いが僕のなんかやっぱ歌を作るあのきっかけになりましたね、うん、刺激受けたんだね、受けましたね、だからね、あのすごくなんだろう、その当時ね六本木のあそこ坂下ったところに事務所があったんですよ、あの、坂下ったっていうのはあの赤坂の方に、その事務所に行ってね、いろいろねお話聞かせていただいたりして、う、だからあのアリスの連中もね最初はできなかったんだよっておっしゃっててね、やっぱりその曲を作ろうっていう気持ちがずっと持ち続けてたらそのあのできてくるっ
ていうかね、その気持ちがもうなくなったらあれだけどもっていうふうにね、いろいろね、言ってくださいました。そうね、先生の出会いって大きいですね。そうそうそう、松下さんもあるでしょ。私も大きい。私は滝野先生に、滝野英二さん、英二先生、先生に、先生でね、詩をね、どんどん見せなさいって言って、恥ずかしいんだけど、最初見せるの、で何回も持ってて、こっから始まるんだよって、毎回こっから始まるのよって、でいつから始まるんだろうっていう、まだまだっていうことなんだけど、でもどん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 恥を書いて、恥を書かないとうまくならないっていう、ね、滝野英二さんはあれだよね、マレーシアとか。そう、私がねレッスンしてる頃、ちょうどマレーシアさんの、がもうレコーディング終わって、あのブラジルから来た子がいるんだよっていう話をして、ちょうど同じぐらい、ちょっとあの先ですけど、振り向いてなんとか、振り向いて横浜って、そうそうそう、ね、結構ヒットしてるね。それを書いた人だよね。そうですね。そうなんだ。あと結構いっぱい、あとあれじゃないの、あの演歌の方も、演歌も大御所ね、泊まり木とかね、作詞作曲、それは小林幸子さんかな。ああ、そうか。作曲もなさるの。作曲も多いでしょ。作詞作曲したのがヒットするんですよ。竹野さん、竹野先生、今何、あの元気なの。今元気ですよ。あの、ね、今度会わせて、俺に会いたい、私ちょっと会いたいんだ。何十年も会ってないからよく飲んでたでしょあなた、竹野さんと。あ、昔はね、話をしながら、お酒私飲めないんだけど、滝野先生といるとなんかこう飲めそうな気がして、飲んじゃったことが一回だけある。あ、そうなんだ。すごい飲んじゃったってか、なんか楽しいんですよ、このいろいろ勉強になるし。でも不思議な方だ ね、 ね、でもそういう気分になるっていうことが。その先生、お酒飲めるっていうこと。四国出身。四国、どこ。大洲市。大洲って私の隣じゃん。そうそうだよ、隣じゃん。愛媛県よ、愛媛県よ、大洲。素晴らしい。そんなすごい先生が大津に生まれたの。ですよ、四国の話になっちゃいますけど、ね、滝野先生とかね、すごいね、太田貴子さんとかね、そういう、何よ、もう愛媛くんなんだ、やだ、もうすごいの、愛媛は嬉しいじゃん、すごいね、すごいでしょ作家、だってさ、あの作家といえばね、あのあれじゃないですか、あの四国は、愛媛県は夏目漱石、あとほら、短歌、短歌だっけ、あ、もう、ね、名前が出てこない、あ、もうだいたいそうなるんだよ、そう、名前出てこないよ、出てこない、その時に、本当に、それはね、正岡式よ、正岡式よ、ね、正岡式だ、そうだね、そう言ってるとちょっとおはがきだね、おはがき来ましたか、ちょっとね、はい、ご紹介しましょう、これいつもね、京都の方、京都の京子さんね、京子さん、あのいつもね、これ貼り付けて、ほら、こういう、いつもね、こう、ね、季節ごとにね、いただきました、読みますよ、毎年に残暑の厳しい丹沢せり、丹沢せりって何？丹沢っていうのは座るんだって、ただ正しく座る、あ、何もしない、ね、そうなんだ、さ、河合翔子さんっていうの、河合、笑うに子供、咲く、ね、小さくても秋を早く見つけたいです、いまだに昼間の猛暑お見舞い申し上げますということで、はい、いただきました素敵なおはがきですね、ありがとうございます、素敵、これね、あの珍しいよね、今おはがき、ね、ね、すごく素敵、こういうの、いい、ひまわりと、ひまわりとアイスクリームだねアイスキャンディーだね、まあ、アイスキャンディー、キャンディーね、いただきました、ありがとうございます、ね、素晴らしいよね、久しぶりに、じゃあね、その今あの滝野英二さん の、 あのちょっ と、曲一曲 CD 聞きましょうか、滝野英二さんのね、松下利美のデビュー曲聞いてみましょうかね、あれ本当に、ちょっと待ってくださいって言って、ちょっと待ちますか、はい、ね、そうそう、作曲でね、そうか、利美さんの僕の曲をかけるデビュー曲、そうデビュー曲な、はい、ということでね、ジプシー行きましょう、楽しみ、はい、西田利美、しなやかに腹
下としみが歌いました。としみさんすごいいい歌でしょ。いい歌だしね、歌昔からだからうまかったんだよ。歌がやっぱり一分うまいと思う。うまいか、うまかったんだよ、うん、本当に。まあまあまあね、うん、うまいと思う。あのなんかこうアイドルっぽくないよね。ないアイドルじゃないけども、うん、あのちょっと大人っぽいっていう。もう結構年上でデビューしたの。あ、失礼しました。これね、面白いあれがあって、レコーディングの時にね、あの先に音楽のあの音、うん、音取りの時行ったら、うん、ちょうどねひばりさんのバックのあのバンドの人がいたのよ。このマンドリン弾いてる人が今の中で。そうそう、ね、あ、そうなの。スカイ&、うん、そうそうそう、ひばり&スカイのメンバーで、たまたまあの行ったら、うん、あ、まっちゃんだったの、この難しい楽譜はとか言って言われて。あ、そうなんだ。そう、あ、うん、その時はもうすでにひばりさんの事務所に行って、うん、その後だよね。そうそう、デビューしたのがね。だからバンドの人はみんな知ってて、で知り合いだし、そしたらたまたまね、ひばり&なんて言うバンドだね。ひばり&なんだっけ、スカイ、スカイっていうバンドね、うん、そう、マンドリンの、そうなんだね、村山さんだったっけな、うん、でした。いろいろねありますよね。なんか僕もねいろいろなこう思い出がありますけども、いっぱいあるです。だからエピックの時はね、あのもうすぐダメで、で結局さ、あのその当時っていうのはこう、あの結構メンバーが演奏しなかったりとか、まあ、僕らはこうガッツはあったんだけど、九州から連れてきてたからバンドを、で、あのだんだんソロにして役者でもやってみたいな話になるじゃん、よく。で俺それすごい嫌で、それでもう一回もうちょっとできないっつって帰ったのよ、九州に。本当申し訳ないっつって。申し訳ない。若いよね、九州男児だからな。俺ないよ、役者かなんかやっときゃね、またね、それでよかったんだけど、そう全然興味なくて、うん、もうそれでもう2回もそれそういうのありますよね、こう分かれ道みたいなあるね。そうそうそう、こっちに誘われたとか。でもさ、これだけのキャラの人だから、うん、事務所側としては、うん、使いたいって思うのは分かる。そうそう、だからかソロに、うん、分かるよ、させたいっていうのがあったんだろうけど、うね、なんかちょっと僕はだって強烈だもんね、存在感が。いやいやいや、もうあのそのままなんかスローリンの役とかできそうだもん。スローリンすごいよ。だから事務所代表としては惜しいと思ったんじゃない、ね、使えた他の使い方も。そうそうそう、ちょうどね、だから渡瀬恒子さんの事務所から話があったりとかして、はいはい、そうそうそう、それでねちょっとあのお断り丁重にしましたけど。あら、そうなんだ。今だったらどこでも行きたい。いやいや、どこでも行きますよ。もう、まあでもさ、うん、もうあっという間にコキだから ね、 ね。まあ面白い。でもね、いろんな思い出がありますね。コキって言うけど、昔のコキとはね全然10年ぐらいは違うんじゃないかな、うん、違うよ。みんな若いですよね。若いしエネルギーがすごいじゃん、うんうんうん、だからその後 ね、 ね、その後だからしばらくね、あの和菓子職人とかもやってたのね、俺。若い職人ですよ。そうそう、職人とかやったり、下町でなんか働いたりしてたんだけど、それであの徳間ジャパンに移ったんですよ。でその時柳家敏郎くんとかが それこそクロコダイルを見に来てて、それで僕の歌を歌いたいということで、徳間ジャパンに移ったんですよね。じゃあそのね、柳葉くんが歌う僕の歌を聞いてみましょうか、はい、君の名は Still I Love You。今夜だけのパートナー、
ということでね、金尾志郎、柳葉敏郎が歌います、スティアララビュー。柳葉さんも一個知ってますね。そうです ね、 ね、すごいいい性格ですよ、うんうん、今なんか秋田でしたっけ、はい、向こうに住んでらっしゃるの。そうですよね、なんかだんだんみんな南こうせつさんもね、九州に住んでいらっしゃって、こっちにまず出てくるとかね、うん、やっぱ地元に帰りたいのかもしれない。心がやっぱりちょっと落ち着くんじゃない。うん、僕もねやっぱ母がいなくなってからはね、母がいなくなる前まではずっとああいう、 こう施設で歌ったりもしてたんですよ、はいはい、うん、でそれいなくなったらねちょっと遠くなるね、だろうね、うん、気持ちがね。素敵なお母様だもんね、写真私いつも見てるけど、綺麗なお母様だよね。あ、僕うちの母。そう、うちの母。あ、そうですか。あなたの母よ、綺麗な人だよね。ちょっとお嬢だったので、あ、綺麗な方よ。だって嫁に来る時に一緒に来たんだから、お手伝いさんと一緒に。そうなの。そうだよ、お嬢さんだから、そうだよ、うん、でお手伝いさんお付きのまんま。そうそう、やだ、すごい、すごいでしょ。お姫様みたいな。だから お父さんもよくそういうお母さんをさ嫁に来てもらいたいよね。ちょっとね、だからラジオでは言えない話がいろいろあるんだけどここではちょっと言えないんだけど、ちょっとお嬢、素敵なお母さんだなって私思ったもん、写真見たって綺麗。まあね、そういうあれがありましたけど ね、 ね、ということで、ね、お便り来ますよ、うん、はいはい、先週つとむさんほら来なかった、今日来ましたよ、はいはい、カラオさん、松下さん、誠さん、鈴木さん、はい、こんにちは。未だ残暑が続く日本、はい、武蔵小杉、気温32度、こちらは秋の気配の23度だって。あ、涼しくていいね。アトランタです。アトランタだから野球にほとんど興味のない私でも少し興奮してしまうニュースが飛び込んできましたね、はい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 、大谷翔平、前人未到のホームラン、おめでとう、すごいね、おめでとう、素晴らしい、ね、50-50、 盗塁はすでに51達成、うん、このブームに乗り遅れないように月曜日に大谷翔、うん、選手を見に行った甲斐がありました。うそうだよ、見に行ってたのね、アトランタ球場。本当に見に行ってたんだよね。なんか52本も出たんじゃない、こっち来る前に。出たのか、こっちに来る前に見たよ、52本出たよね、確かに。ホームラン52、そう、52本だよ、ね、あっという間にもうアップしていってんのよ。そうそう、50はね絶対来ると思ってたね、やるね、素晴らしい。でもやっぱそういう ね、 もうね、ニュース、もう世界のニュースでこの人だけ、いい、ね、この人、ね、平和な気持ちにしてくれるのは、うん、ね、本当にそう、本当にそうだよね。こんなすごい人と思わずに、私スーパースター、なんか水沢恵佐氏で一緒になっちゃったからね、最初高校出た時に。へえ、写真は撮らなかった。ね、その時ね、うん、私ちょっとディナーショーだったのよ。で、大谷翔平の、うん、新聞社の、インタビューが終わった後の、その大谷翔平を応援してる、応援団長が私たちの応援団長でもあったわけ。だからその日にディナーショーやってって言われて、だからもう新聞のインタビューを受けてる時にもう私たちは上でディナーショーの準備してて、おめでとうってやった。あの時の大谷くん、大谷くんだったからね、あの時は。そうですよね、だってまだ高校翔平様よ、今翔平様、今翔平様だよ、世界の翔平様よ。その
この誠さんとかなさんは知らなかったんだよ。大谷翔平で日本が騒いでる時ラジオで言っちゃったんだよね。騒いでる時に知らなかったの二人ともね。そうそう、誠ちゃんあんまり知らなかったの、ね、ニコニコ笑ってるだけだと知らないでしょ。おめでたい人たちだね。二人ともほら野球の縁がないもんね。そう、おめでたいでしょ。おめでたすぎるわ、ね、私は。はいはい、とにかくすごいこと、そんな良いことがあった日にぴったりの私の青空リクエストです。私の青空、ね、そういえば、FB の若かりしの頃の写真、あ、金尾さんが今日出してたでしょ、うん、金尾さんはなぜか松田優作系、松下さんは完全アイドル系、人に歴史あり、失礼しました。ああすごい、誠さんはいないようですね。古希おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい、今日はね、夜は我々もね、うん、迎えますけど、しますけど、ね、まあでもラジオ終わってすぐ行かないとちょっと入りが結構早いね、うんうん、ぐらいね、3時には行ってあげないとね、まあまあまあ、うん、大変なんですよね、大勢いるとこバラバラで、ね、だって出身バンドっていうか多いんでしょ。そうだよ、それすごくない、全部フェスティバルみたいじゃん。手ずっぱりだもん、まるでフェスティバルで、ここ来て歌うとか言ってたからね。まこちゃん来てる場合じゃないって感じ。来てる場合じゃないわね。考えたらさ、昨日夜考えたら、いや、まこちゃんこっち来てる場合じゃないなと思う。そうだよ、大変だよ、うん、じゃあ、ね、あのリクエストの答えしまして、ね、私の青空だって、あ、私の青空行きましょうか。あ、じゃあみんなで、うん、みんなでね、アトランタの、高橋つとむさんからリクエスト、はいはい、いい歌をリクエストしていただきましたよ、ね、私の青空をお届けしました、ね、最高、うん、ノリノリ、この歌もすごい長く歌ってらっしゃるでしょ、これね、最初ね、カナオさんが歌って、古い人じゃなかったかな、カナオさんの歌とか思ってた私。いや昔これもう全部そんくらい歌ってますよね。これ俺エノケンとか好きだったんで、あのもう20代の頃から好きだったのよ。それでこれ私 の、 あの歌詞が2つあって、はい、狭いながらも楽しい我が家、はいはい、愛の火影のっていうのとっていうと日陰っていう両方ある、両方あるの、うん、日陰と火影じゃ全然意味違う、全然違う、そうそうそう、火影日陰どっちだろう、火影の指すところと、でこれ2つある。それでね、これはマイブルーヘブンっていう向こうの歌だからね、そうそうそう、はいはいはい、うん、マイブルーヘブン、ね、
そういうね、あの好きな、でもぴったりだね。ね、この持ち歌みたい。持ち歌だと持ち歌みたい。いやだから昔から歌ってるから。ぴったりだよ。あのあるファンの方が、うん、いや金さんの歌はなんか、うん、僕 CM で流れてましたよ。いや本当にそんな感じ。古いのね。ね、うん、で今聞いてもさ古さを感じないもんね。いい、やっぱりね、いい歌はね、そうですよね。いい歌は本当にそう。そうですよね、お便りありますか。お便りね、ミキ、はい、さんからいただいた。博多のミキさん、はいはいはい、皆さんこんにちは。曇ってるけど、はい、暑い博多です、うん、全く彼岸どころか中秋の名月まで過ぎてるのに、予想最高気温は昨日より3度下がっても35度。わうわすごいな。じゃすごい、昨日すごい38ぐらいあったのね。どうかしてますよってね、うん、本当先週のゲストの野良さん、うん、優れたミュージシャンは人格者であるという持論を証明してくれたような方でしたね、うん、素敵な時間をありがとうございました、うん、そして今週は金玉、またも楽しい時間が過ごせそうです、うん、いよいよ来週に近づいてきましたね、横浜シルバーバッグでの博多どんたく、はいはい、今からドキドキワクワクしてます、9月28日9月28日ね、横浜シルバーバックで、はい、やります、これ投げ銭ライブになりますけどね、はい、博多どんたくという、博多どんたくってね、あのまあ僕シルバーバックでよくやらせてもらってて、最近それでまあチラシはそうそう、チラシがなんかあるかもしれない、ね、まあ博多のね連中、あの中野茂樹君とか、はい、まあ、いろいろね、はい、いますけどもね、こういうね、こういうね、おわこれね、ちょっとあの、ギターがね白浜久志君っていう、あの、はい、ARB でギター弾いたり、元デビュー前のモッズですね、はい、あとはね中野茂樹君と、あこの藤本雄二さん、あのあ藤本雄二君、ね、これはね北九州でエコーズっていう ね、バンドでバンドやってます。あと石井圭介、はい、これ山善とかと一緒にバンドやってね、はい、まあ、博多の連中が多いですね、はい、で博多どんたくっていうね、石遊びに来てください、うん、あの石田一郎はドラムですね、はい、これはまあ東京ですけどもね、僕の徳間の頃のドラマーですね、はい、まあいろいろ古い連中ともまたいろいろあったりして再会してね、うん、やっていきたいと、元気でね、はい、元気でやれることが、みんな元気でね、そうありがたいことです、生きとううちに会おうやっていうこと、生きとう最後に出てくるかそれが、ねえ、その今夜のクロコダイルの誠さん小木ライブ、うん、全くもってめでたいライブ、うん、誠さんおめでとうございます、はい、あ言い忘れましたが、この間はバースソングを歌っていただきありがとうございました、はい、ね、誠さんのねバース、うんうんうん、自分も木曜日から1週間いろんなライブに参加する予定で、気づけばコージーのお昼のランチライブもあり、しげきさんと別れた後は昼間にどんどん用事が入ってきていて、嬉しい忙しいさになりそうな予感ですと、はい、しかしこの間自分がとうとう還暦になっちゃったんですけど、あそうなの、ミキさん還暦、ね、おめでとうございます、うん、思い起こせば金尾さんや誠さんが還暦になられた頃がついこの間のような気がしております、うん、そうやね、本当にあっという間ですね、これからもついていけますけん、うん、いきますんでずっとバリバリでお願いします、うん、いつかハングリアングリを生でライブで体験したいっていうのもこれからの夢です。リクエストはなし、お好きに歌って楽しんでるところを楽しみますということですけど、もうね、あのそう、もう発表してもいいんじゃない、アルバムの、アルバム、うん、発売日を決めましたよ、はい、そうなんですか僕の新しいアルバムの発売日、あそう10月11日、おめでとうございます。今日初めて発表しました。本当もうすぐじゃない、ね、もうすぐだよ、うん、もう工場で今一生懸命こう、あそうですかね、まあ、ちょっとね、プレスね、プレス中はそうだね、デザインも一応ね決まって、はい、あのマチケンさんにちょっと頼んでね、ねかっこいいのができましたよ、にデザイン頼んで、うん、あのちょっといろんな古い出会いもありましたしね、そうですね、うん、あのまたそのエピソードは ねまたあのお聞かせします。10月11日発売、うん、これねもう全国タワーレコードとかいろんなところで買えますので、ね、夢から覚めたらっていうタイトルなんですよ。そうですね、だからちょっと僕が病気してたかもしれないけど、夢から覚めいろんな意味を込めて、ね、昔の曲もあのやっぱりこうもう一回やってみて、であの菊田俊介プロデュースでギターが入ってくれて、リエリーちゃんって今シカゴにいるんですけども、あの向こうでブルースやってるブルースピアニストが入ってくれて、あそうそうかっこいいですよね、聞きたい、聞きたいでしょ、聞きたいね、今回ね6曲のね
アルバムです。すごい。こんな感じのも聞きたいでしょ。聞きたい。続きは聞きたいでしょ。ホワイトカラーの襟足に残った誰かの写り画が遅い帰りを一人待ってたお前の瞳を濡らすなんて泣き疲れたら膝枕素敵な夢でも見てておくれ願えり打ったお前の顔はちっとも悲しく見えないけれど夢から覚めたらもう一度って言うたこうなんでやめちゃうのよ聞きたかったのにピアノがカーってねピアノがカーって、ね、ピアノとね歌だけにのねいいちょっとジャズ素敵だよ僕ねこの曲21の時に作ったのなんでそんな詩が書けるの、うん、それをねあの出さなかったんだよねませてるなこ れ, か、ね、これでポップコーンで妻子行ったんだからこれでねそうそうそうこの曲だってこれいいもん、うんこれが始まり方が言ったんだ弦楽四重奏でやってもらったのもうポップコーンの先輩だからね、うん、そうかそうか先輩先輩そういう、うん、まあでもねあのそういうありますけどもねうわ素敵だわちょっとアリーノねアリーノいろいろねお楽しみいただきたいと思いますちょっとね自分の今までとは違った世界ですねうん、そういうのも出してもであの四国 いい出来ですよでもさ昔からロマンチストだったんだ ね, そうですね今の歌を聞けば、ま、混ぜてますよ ね, 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 ね混ぜてたんだよ、まあ、若い頃20代でそんないやだって丸山健子さんとちょっと話してたら丸山健子さんもだって20代でねどうぞこのままだからね20歳ぐらいもう混ぜてるよねあの人の歌いやみんな若い頃はちょっと混ぜてたんだよねきっと本当にそう恵子さんだって若い頃あの歌だもんね、うん、そう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 、うんね、ボサノバの走りって、ねうんうん、あいい歌だってあれもおしゃれな歌だよ、ねね、はいじゃあ行きましょうよ、はい、あの四国シスターズ四国シスターズ出るよ四国じゃん、ねはいはい、お姉ちゃま頑張ってはい待て私歌も楽しいや東京きっと粋でおしゃれでほがらかで右のポッケには夢がある左のポッケにはチューインガム空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール歌も楽しいよ東京きっと泣くも笑うものんびりと金は一つもなくフランス香水チョコレート、yes. 空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール、hey. スイングジャズの歌
中子さん入ると ね、うん、いいですねやっぱり、ね、ありがとうグラシアン、ね、高子さんもともとあれそのララ今元元 ラテンをやってるじゃないですか、うん、はい、もともとはどういうのが好きだったの、あの歌と、あ、一番最初はクラシックよ、やっぱり子供の時小さい時からクラシックをやって、父親はほらクラシックのテノール歌手だからクラシック、 うちの、 あの姉もソプラノをやらされて、兄もやっぱり全部音楽をうちの父から教えられて、でクラシックから入って、うん、それからヤマハに私が入社して、うん、ヤマハでコピュラーソングとかっていうのに目覚めて、うん、だから英語に入って、うん、そうそう、その後にスペイン語、やっぱりあのだんだんこう魅力的な音楽っていうのに自分がこうハマり込んでいって、その中でやっぱり一番好きなのはその今はもうスペイン語のラテン音楽で、あの今歌ったようなこういう昔の日本の歌とか英語の歌も大好きだし、で、あのスペイン語の歌も大好きだし、もういい歌いっぱいじゃないか、シャンソンのフランス語にしてもね、中国の歌にしても、もう世界中にいっぱいいい歌があるから、それはもうどん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 学んでいこうかなって思ってますけどね、クラシックから始まって、クラシックからね、お父様のクラシックの、そう、父親はね、あの大工もそうだから、前も話したと思うけど、うん、庄司太郎さんとか淡谷のり子さんは同期だから、うん、あ、そうなんだ、うん、それは初めてです、本当、うん、ウィディネンジネン、違う私言った気がするけど、いや言ってない、ここじゃないと思うよ、ここじゃない、他の人に言ったのかな、いいから他の人に言ったのかな、そうしたら同期よ、同期よ、大熊先生の弟子だもん、あ、うちのパパちゃん、すごい、うん、うちのパパちゃんテノール歌手で、ただうちあのあなたと一生ここが硬くて仲間はね、ね、歌謡局に行ったんだけど、うちのパパは、うん、あなたと一緒本当に行ってるんだよね、クラシックだけ、クラシックだけ、クラシックだけ、すごいね、素晴らしいね、うちのパパちゃん、だってその当時だからすごいよね、そうよ、もうその時からもうイタリアオペラ歌ってたからね、へー、あ、そうなんだ、うん、そう、だからその血がやっぱりね、ふつ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 生きてるわけさ、私の体の中に、ね、イタリアだから、うん、だからお酒もタバコもダメって言われてるから、もう父親にね、喉を守りなさいって言われてるから、で冷たいものもだからあんまり飲まない、だから、ね、あったかいの、守ってるの言われたこと、すごいね、すごいね、すごい、うん、俺らはもう筑豊だからさ、俺らは飲みたい放題やりたい放題ね、そうだからやっぱりね、そうだったね、でもまああのいろいろ病気になったりね、いろいろしていろいろまた考えたこともありますけどね、そうでしょ、やっぱり自分の性格だよね、そうだよ、好きなことをやるのが一番、ね、そうだから歌ったり ね笑ったりする一番いい薬だね、それがね、音楽が一番いい薬だ、だから加納さん、そうね、だって歌ってる時病気してるなんて思えないもん、あの歌声、そうすごいよ、私のね、あのこの間ほらノラと出たでしょ、はい、その時に最後に加納さん歌ったでしょ、私のファンの人が昨日一緒に、あの仕事で一緒になった人が、はい、あの方の歌声すごいですねって言ってたよ、加納さんのこと、あ、そうなの、あ、ね、私とノラも出たんだけどって言ったでも、でも加納さんの歌声ものすごい気に入る、最高って、だから、はいはい、今度来るって、ここに、本当今度来る、ここに、いい、読んでここに来る、あなたの家じゃないんだからさ、ここに来るって、いい、読んで来るよ、それは言うけどさ、来るよ、うん、まあ、だって生きてた、あの実際に聞きたいんですけどって言われたから、あ、本当に、全然いいです、だから、じゃあおいでよって、私が出る時にしてく
ればいいじゃんって今日ね、あれだよ今日ね、ちょっと俺、ママ来なかったな。今日じゃないんじゃない？だって、だって来られるんじゃなかった？今日ね、あの、来るはずだったんだけど、ママこんな時間よ、時間になって、あの、ちょっと写真見て現れない、そこのさ、宣伝しようしようかな、しなさいよ。あのね、カンタービレっていう、カフェカンタービレっていう、はい、あの9時っていう場所があるんですけど、ふるさと祭りね、そう、そこのね、ママさん、あのスポンサーにもね、なってくれてて、そうですね、そこのふるさと祭りがあるのね、それどこ？9月23日、9月23日、はい、はい、祝日かな、月曜日のね、あ、そうなんだ、12時から5時までやってます。私たちもね、前歌わせてもらったんですよ、ここね、そう、久慈駅の近く、前久慈駅のね、あの線路越えてすぐです、広場が、もうね、音とかで出てるから分かりますね、ふるさと祭り、久慈駅前通り小英会、はい、焼きそばとかね、いろいろ出てね、氷とかいろいろ出てて、ヨーヨーとかスーパー、和太鼓とかもあるんじゃないの、あ、ね、ステージがね、2時半から5時、これマジックかな、なんかマジックショーと、それから DJ バラさんっていう方が出るみたいですよ、あとダンス、あ、ダンスね、ね、あ、いろいろあるみたい、ふるさと祭り、これ九時駅ですね、九時駅の真ん前です、いつでしたっけ、9月23日、9月23日月曜日祝日ですね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、どうしようか、もうちょいなんかお便りはもうこれぐらい、お便りはね、多分終わったかな、ですよね、じゃあ松下さん最後締める、今日、ね、じゃあ湯浜さん最後ね、先週だったんだけど、これ歌詞もうちょっとあったんじゃないって言って探したらありました、日本語の歌詞、そうそう、英語の歌詞と C でいいの、 C でいいの、かっこいい、みんなで歌えるんで、一緒にじゃあやろう、You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know me, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Anata dake, hitori dake.泣くことがあるのは悲しみに向き合える強い人だから私だけ知っている見えない優しさYou are my sunshine. Sunshine. これ日本語の歌詞がありますね。日本語の歌詞は初めて聞いた。ね、誰が書いたのか。素敵素敵、ね。ちょっと調べておきましょうね。ね、あの素敵な。よくありましたね、日本語の歌詞がね。ね、ということでね、あっという間の、1時間、1時間で、ね、もうなんとかね、おかげさまで高子さんのね、おかげでもうすごい楽しくなった ね、今日なんか来そうな予感がしたね言われちゃった顔見た途端に言われちゃった、第一声がそれだった ね、忘れ物を取りに来るな、いやだって俺向こうで打ち合わせしてたらさ、そこがあのガラス戸にへばりついてたからね。びっくりしたよ、ね、それまこっちゃんいないんだもん、行かなきゃ、そうよ、応援団長行かなきゃって、 ありがとうございます、ね、ね、本当にね、あっという間の1時間でしたね、そうでしたね、あっという間でしたね、よかった、あっという間、楽しかった、
来週も来週はね、どうでしたっけね。まあ、来週もいいよね、まあ、このね、この緩い感じ、あでもほらこの緩い感じで忘れるとこがいいんだよね、うん、でゲストがいたけどいなくなった。そうそう、来週はそうゲストだった、あの、本当はね、チビさんね、紫のチビさんだったのね、うん、ドラムの、うん、で、急遽ちょっとそうなんだ、ライブがなくなっちゃったの ね、 ったのね、沖縄にね、そうそう、あら住んでらっしゃるから、来週はね、博多の連中が来ますね、そう、中野杉君とかね、そうだ、みんなで、ここで博多もバリバリ、ね、待ってます、博多も博多はなるのなるのね、そうですね、お待ちしております。はい、本日のお相手は、はい、松下としみと、はい、太田貴子でした。はい、金尾由志郎もおりました。ということで、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。泡が流れてる思い出が流れる、あの人は今はない。